はい、じゃあポイントサイトのねベテランが一つ言えることは、実際にポイントサイトで契約をする際に利用規約などを読んでくださいということなんですよ。でも読むのがめんどくさい方いますんで、私がですねこの案件はこういうところに気をつけてくださいってことをお話しするようにしております。それによってやるべきかやらないべきか、やるにしてもどういうふうな処置をその後に必要とするかってことがあらかじめわかるわけですよね。例えば今日私は Unext の契約をしました。Unext の契約すると1800ポイントがモッピーから支給されて、プラス Unext から1000ポイント支給されるんですよね。でもこのモッピーからの1800ポイントはそのまんま PayPay に変わるんで現金性は高いんですけども、 Unext からプレゼントされる1000ポイントっていうのは実はね PayPay とは全く違って、動画を見るときに有料動画っていうのが Unext は一部あるんですよ。その有料動画のコインになるわけですよね。つまり1000ポイント付与されたらそれを消費しながら動画を見るっていうものもあるんですよ。もちろんほとんどの動画は見放題なんでタダで見れます。ポイントなんていりません。でも一部ねポイントが必要なやつがあるんですよ。例えばミスターコトーじゃないや、ドクターコトーですか、あこのね、何でしたっけ、吉岡秀隆さんの主演のミスターコトーっていうドラマですけども、これね399ポイント消費するんですよ。で欲望の街南の帝王の続編たるねあのオマージュ作品なんですけども、こちらは明日リリースなんで何ポイント消費されるか分かりませんけども、おそらく599ポイントとか499ポイントでしょう。つまり1000ポイント最初にもらっていてもドラマを2本見ちゃうとねもうポイントがなくなっちゃうんですよ。あとは無料動画をもう過去のね懐かしい動画を見るだけになっちゃいます。最新動画とか価値の高い動画ってのはポイントを消費しないといけない、ポイントを買わなくちゃいけないってことになるんで、ここがちょっとからくりですよね。プラスユーネクストに関しましては契約する際になんとね音楽配信サービスも別途契約しなければならないというね、こんな選択肢がない契約状態になってます。でこちらの音楽配信サービスは無料なんですけども、1ヶ月を超えて契約を継続する場合はなんとユーネクストの代金と音楽配信サービスの両方合算して3000ポイント弱、3000円弱がね引き落とされちゃうんで、絶対に1ヶ月以内に解約しないといけないんですよね。この辺を注意点としてちゃんと守れる方は Unext に契約を入れてですね、無料期間が過ぎる前に30日後に解約するためにカレンダーに今日は Unext を解約、音楽配信サービスも解約することっていうふうなダブルの解約を申し込むということをね忘れないようにしていただきたいかなっていうことでございます。ここまでお話できてポイントサイトが私はベテランなんで指導しますよってことなんですよね。ほら利用規約めんどくさいから読まなくてももう理解できましたよね。こういうからくりがねあの光 au 光に関わらず美味しそうなやつね必ず裏があるんですよ。ですんでその裏まで体験した人しか見えない世界を先行してお話しするのが私のサービスポイントサイトの攻略サービスの、まあ、特典かなというところですね。はい、私についてきていただければ自分の苦手なポイントのゲットの仕方を避けながら得意なやつでポイントをね積んでいくことができます。それこそ毎月3万とか5万とかこういうものを継続的に稼ぐんだったら私のポイント活動のサービスを受けるべきだということがお分かりでしょうか。はい、ちょっと暑いですね。いってらっしゃい。